松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。松尾チャンネル221回目ですね。今日は8月の31日。まあ今日でも8月も終わりということでね、明日から9月ということになりますね。とてもいい季節になってまいりました。秋のね、到来ということでね、いろんな果物も並んでおりますよね、果物屋さんの前にですね。まあそんなことで、それと同じように秋相場がね、いよいよ本格的にやってまいりますね。皆さんと共に株を楽しもうというこの松尾チャンネル、今日もまたね、そんな秋相場のいろんな話をねしていきたいというふうに思っております。まあ、9月の展望についてはですね、相変わらずトピックス主導なんですけどもね、日経平均よりも相変わらずトピックスが主導しているということでね、まあ今日ただね、マイナスだった日経平均がプラスに転じたりしていますよね。まあそういうことで、まあ少し日経平均あんまりこう頭が重いという状態が続いてますけども、どこかで日経平均もまたそのリード役になる可能性もあると。まあこの辺は下値模索がついているソフトバンクグループだとかね、ファーストリテイリングとかネガサのね銘柄がまあこう活躍してくれば日経平均が上昇してくるというパターンだと思うんですね。トピックスの方が少ししっかりした動きで、相場をリードしてきたという展開なんですけどもね。それではトピックスのね高値更新はいつなんだっていうね、まあそんなことはちょっと考えていかないといけないですね。そろそろですね。NT 倍率がまあどんどん下がってくるわけですから、まあ下がる局面の中で日経平均がそんなに上がらなくてもトピックスだけが堅調で高値のところまであと数パーセントと、まあ非常にこうそういう局面になってきているということなんですね。それから9月ここに入りましてね、市況産業株が非常に活躍が顕著だということで、まあ海運株もう本当にものすごい値動きをしておりましてね、やはり好業績、まあ市況が良くなって好業績に支えられた株価の変動なんですね。まあ特にトップ企業である日本郵政ですね、このあたりがリード役になっているかと思うんですね。それから海運株に続く銘柄セクター何かということになりますとね、一つはまあ鉄鋼株あたりですね。まあ日本製鉄を中心にした鉄鋼株がまあまだまだそんなにね極端に株価が上がってない状況の中で続く可能性があるのかなっていうところですね。まあ主力銘柄だけではなくて、このところマザーズ指数がですねボトムから 12% 余り上昇してきたということでね、まあこのあたり引き続き9月もね活躍する余地があるのか、どこまで戻っていくのかっていうのはね、まあ関心ごとになってくると思うんですね。それから同様にねマザーズ指数が上昇するということで、まあ直近 IPO 銘柄にも反転の動きが見られるとまあいうようなことがありますね。あとはまあこの演奏会の皆さんにお伝えしている銘柄も本当に今日もね、いろんな目まぐるしくね、彩り鮮やかに株価が変動しておりますんでね。まあ一番リード役になっているのはウォークネット3964が2000円台突破してきたという展開ですね。この辺はずっと言い続けてきて、まあ上場来高値を更新したという局面でね。それでまあ2000円台乗ってきたというところなんですね。まあ好業績に支えられた、このウォークネットの動向。まあ、引き続きね、皆さんと見守っていきたいところですね。まあ、そんなことで、まあ、今週、演奏会通信皆さんに発行した、まあ、コンテンツがあるわけですけどね。まあ、なんていうか、気軽にこう、株を楽しんでいただくために少しね、ノリのいいテーマでね、株祭り開催みたいなことをちょっと言ってるんですけどね。まあ、株祭りですから、秋の美味しい株祭り、どっかで聞いたようなフレーズなんですけどね。パン祭りではなくて株祭りというような感じですよね。まあ、売り上げ相場がもたらしているということでね、株高に向かって進んでいるときは、まあ、相場にすごくね、関心が向かうということで、この松尾チャンネルの視聴者の皆さんの数もね、かなりまあ、このところこの2回ほど過去ね、増えてきてるかなという感じですね。まあ、特にその前の回ですね。前々回のところは結構500人を超えたということでね、皆さんの関心が高くなってきてるかなということですね。で、まあ、実際関心が高まると同時に、やっぱり株価の方も、堅調な動きになってますんでね。いつの間にか、先ほどのようなオークネットのような株がですね、業績好調ということで、
大幅に上昇してきているということもありますしね。一方で業績が低迷してきたような銘柄にもね、なんか変化があると。まあ、今日取り上げる一つの銘柄としては、宝飾品のね、クロスフォー。このあたりがインドにライセンス、インドの企業にライセンス供与するということで、まあかなり大きく安いところから昨日ですね、50円幅で上昇したと。まあ200円台の株が50円幅ですからね。まあかなり変動が大きかった。ただその後またね、買われる局面が一巡しますとね、株価がちょっと落ち着いてくるということですね。まあいろんな変化がね、見出されるというようなことで、それぞれの個々の銘柄、個別銘柄で活躍する、銘柄がどんどん出てきているということですね。全体相場はトピックスにリードされる。個別の銘柄は、またいろいろね、好業績あり、それからまあ、市況株、市況産業であったりね、中古型のバリューであったり、まあ、いろんな銘柄が、特価控えでね、彩り添えて秋相場を盛り上げているというようなことですね。まあ、そろそろ、その、上値が重かった日経平均ももしかしたらね、反転上昇に向かうんじゃないかと。いうようなこともありますしね。まあ、それと、この9月に入りますとね、今話題の総裁選ですね。菅首相がもう首相になるという、まあ、前提で皆さんいろいろお考えになっているかもしれませんけどね。まあ、いろんな政策論争が飛び交ってですね、それに関連するような銘柄も出てくるというようなことをですね、また演奏会通信の方では、したためておりますのでね、ぜひ皆さん演奏会通信ね、演奏会に加入していただいて、演奏会通信の面白さをね、味わっていただきたいということなんですね。まあそんなことでですね、まあ指数的にはその日経平均とトピックスをね、比較すれば、動向が大体分かってきます。もうちょっとしたらトピックスがね、高値更新のね、可能性がもうちょっとで見えてきます。まあ高値が 3% とかね、その辺の水準であれば、まああっという間にね、高値更新するということになるわけですね。まあ、低下傾向の NT 倍率を考えますとね、NT 倍率がもしこのまま下がっていくことになると、日経平均がそんなに上がらなくても、トピックスは高値更新のね、可能性があるというようなことですね。まだちょっと しばらく NT 倍率は下がっていきそうなんだけども、そろそろ NT 倍率も 14.25 で、そこを打ちかけてんのかなというね、まあそんな感じはいたしますね。マザーズ指数は1000ポイント割れて、こう1100ポイントあたりですね。このあたりまで戻ってきておりますんで、まあ、この先さらに上に向かうのかどうか、非常に関心が高まっているというところだと思うんですね。だから、まあ、いろんなね、指数のチェックをしてましてもね、本当に先ほど言いましたようにトピックスは、あと、いくらですか ?3%。3.3% 程度なんですね。ですから、あっという間にこの辺はクリアする可能性があるということですね。まあ、日経平均はまだね、10% ほどのね、上に高値の水準があるということなんでね。あと、まあ、マザーズもまだね、20% 以上ね、上にありますんでね。まあ、ただ、この辺全体的に個別の銘柄がしっかりなってきますとね、この辺の高値更新に向かうタイミングもだんだん見えてくるというふうに思うわけですね。で、まあ、特にこの海運株日本郵船がですね、2007年の高値12,760円に対して、まあ、8000円台に入ってきたというところでですね、まあ、かなり賑やかになっているわけですね。まあ、直近の値動きも、それから過去、10年のね、以上のね、20年ぐらいのね、過去の動きを 見ましてもですね、まあ、久しぶりに訪れた株価上昇局面なんで、強弱感、かなり対立する局面ではあるわけですけども、どこまで行くのかなっていうね、まあ、その辺の皆さんの関心が高まっているかと思うんですね。特に日本郵船の場合はですね、まあ、業績の情報修正、7月1日に公表された分を8月4日に修正したということで、経常利益が5000億というところまでね、修正しました。まあ、中間期3400億に対してね、5000億と。で、まあ、時価総額が1兆5000億ぐらいですからね。まあ、そんな極端なね、その利益に対しては高いっていうイメージはなくて、まだどこまで行くのかなという株価の動きはね、ちょっとこう、まあ、こういう業績のこの実態の数字を見ますと、かなりこう、インパクトのある、まあ、話ではあるわけですね。まあ、脅威の情報修正を行ったというところの背景。まあ、そういったものを踏まえて株価が上がっているということなんでね。ただ、本当に市況産業ってその次にね、まあ、いろいろまたセクターがございますから、まあ、その海運だけじゃないよというところでいきますと、例えば鉄鋼株ですね。まあ、日本製鉄もトヨタとの値上げ交渉に成功したということでね、今日あたりも、まあ、しっかりしていると思うんですね。
時価がただまだ2100円台、2007年の高値9640円からするとまだかなり下の方にあるというところですね。あとまあ大手の日本製鉄に対して中小型鉄鋼株のイメージがある中山製鋼所5408今日は大変な活躍をしてきておりまして、まあ500円台に今日はもう乗ってきたと。まあこの資料では作成中でしたんで469円先週末の値段を入れてますけども、これも2006年の高値6506円に比べたら、まあ大したことないです。まだまだね、さざ波のような展開ということですよね。まあチャートご覧いただいてもそれがわかると思うんですね。やはり過去のチャートをご覧いただいて、日本製鉄、中山製鋼、それぞれね、高値からするとまだまだね、下の位置にあるなということをご理解いただけると思うんですね。まあそういう意味でまだまだ、そういう市況が好転してですね、業績が、向上してくるというようなパターンの会社の株価というのはなかなかね、まだまだ先行きどうなってくるのかっていう、こう、非常にこう、注目すべきね、まあ展開になってきてるのかなという感じがいたしますね。まあそんなことでですね、中山製鋼もこの日足なんか見ますと一気に今日500円台に乗ってきたと。まあ491円の高値抜けて、高値をつけに来たわけですね。まあこの辺は引き続きどこまで行くのかっていうところをウォッチしなきゃいけないんですけどもね。まあ利益確定売りをこなしながら、まあ株価が推移してくるだろうというところですね。まあそんなことで、個別の銘柄、まあ今中山製鋼の話しましたけどね。まあ、この491円高値抜けから上値追いの展開ということなんですけどね。これで上値を追ってくるような銘柄も、先ほどのようなオークネットも含めてね、あるわけですね。その一方でなかなかね、上値を追わずに、調整の中にあると。特に今日、配当落ち後に波乱の展開を見せている日創プロニティですね。これがまあ740円割れて727円という安値までついてきたと。まあ25円配当しましたんで、配当落ち前の800円からすると73円なんですよね。この73円の幅っていうのがちょっとやや、大きく下げすぎたかなという感じはしますけどもね。だんだんこう売り物も途切れてきますんでね。初日7万株、今日は2万3000株全場。まあ大体その半分ぐらいになってきて、だいぶね、こう、落ち着いてくる展開が予想されますね。それから昨日、株価急騰したクロスフォー。これはインドの企業4社にね、ライセンス供与すると、ダンシングストーンですね。まあこの報道で株価が276円まで買われたということなんですけど、その後また240円前後にね、調整、沈静化したというようなことですね。まあ、このあたりの動きを見ながら、またね、出来高が500万株を超えましたんでね、初日、発表の後にですね。このあたりの展開でいきますと、次は9月の12日から13日、これ決算発表予定してますんでね。この前後ですね。ないしは説明会開催予定の23日あたり。この辺を目処に、ちょっとまた再度出直りのね、動きを期待したいというふうに思うわけですね。それから、順調に戻ってきております、アドソル日清。まあ本日は、まあ、2300円台に乗ってきたという展開ですね。まあ、1904円のボトムからね、戻り売りをこなしながら上昇補調ということですね。まあ、3分の1戻りが2419円なんですね。当面の戻り目標。このあたりになるかと思うんですけども、戻りと言っても、この株に関してはまたね、3450円という今年の年初の高値。この辺をね、目指す展開も十分考えられるということでね、中長期でぜひ DX 関連であり、なり、IoT 機器向けサイバーセキュリティ関連ということでね、ご注目いただきたいと。まあ、あとまあ、中古型でいきますと、東京通信ずっとお話してますけども、7359がですね、戻り高値に1230円を前に、ちょっとこう、じれったい動きをしてるわけですけどもね、まあ、出来高もちょっと薄くなってますけども、この1230円抜けから本格化してくると。いうことでね、今溜め込んでるんじゃないかなという感じがしますね。オークネットは先ほど申しました通り、引き続きですね、上昇トレンド継続ということで、まあ、なかなかね、崩れる展開ではならないと。株価が、堅調にまだ推移している。まあ、ただ、どっかでまたこう、一旦ね、こう、調整するような場面もあると思うんですけどもね、調整があればまたさらに良しという感じで、株価の上値追いがずっと続いていくと。そんなイメージですね。まあその辺をまあチャートで各ご覧いただいたら、だいたい確認していただいて、ね、見ていただきながら、取り組んでいただくということになるかと思うんですね。まあそんなことでですね、まああと最後、まあ前回もね、お話十分できなかったんですけども、上場後の高値から安値まで半値以下になった直近の IPO 銘柄たくさんございます。
これね、QD レザーからベーシスまで今回並べておりますけどもね、それぞれ前回の株価がここ直近昨日ぐらい、まあ最近の株価までさらにね、上昇トレンドを続けているというのがわかると思うんですね。まあそんなことで、その中から一つ、セレンディップホールディングス7318、これをまあチャートをご覧いただきましてもわかるかと思うんですね。1753円の高値から851円8月20日の安値まで、かなり大きく下げた、その後の戻り、これが1000円台に戻ってきているという姿があります。なかなか面白いビジネスをやってますんでね、これもまた内容的には改めて皆さんにお話をしたいと思っております。それからベーシス、これもまあこれは上場直後に高値、7月19日の高値11,510円、そこから5500円まで下げて、それでまた少し戻ってきているという展開ですね。まあそれぞれ直近の IPO 銘柄がですね、なかなかこう調整が続いて、嫌なムードが続きましたけども、まあ少しそれぞれの銘柄ごとに明るさが出てきたかなというところでね、引き続きご注目をしていただければというふうに思っている次第ですね。先週末開催された高賞のことをちょっと言い忘れました。7590高賞、本当にね、非常に面白いというか、感動的な説明会でもあったわけですけどね。まあ、好業績であることは間違いない。ただ、下期やや慎重だ。まあ、そんなことでですね、慎重な内容をね、確認しようということで、説明会ではですね、私の方も質問もさせていただきました。高子社長の方からはですね、やはりこの次の来期以降に向けての布石をね、いろいろ先行投資していくという展開の中で、来期にかけてさらにね、また成長の、まあ、継続的な成長を期待しながら展開していくという事業のね、本格的な拡大期に入ってきているというような力強いメッセージをいただきましたんで、まあ、このところ高値1108円の8月23日の高値から調整が入ってますけどね、まあ、調整した局面こそまたね、引き続きのチャンスが生まれているというふうに考えておりますので、まだまだ続く高賞物語ということでね、ご理解いただければというふうに思っております。まあそんなことで松尾チャンネル、このあたりにしておきます。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。次回もぜひご視聴ください。ありがとうございました。